学校法人新潟総合学園は、新潟県新潟市北区島見町に本部を置く、学校法人である。NSG グループの一翼を担い、新潟医療福祉大学、新潟食糧農業大学、事業創造大学院大学を運営する。新潟県内の32専門学校からなる、NSG パレッジリーグを運営する、学校法人新潟総合学院とは、 同一グループではあるが別法人である。新潟医療福祉大学事業創造大学院、大学理事長は池田博氏が務めており、理事会は理事8名、幹事2名、評議員17名で構成される。2017年5月現在の教員数は270名、職員数は113名。 2016年度の財務状況を見ると、資金収入は150億8967万円に達し、次年度繰り越し金として57億5800万円を保有し、経常収支差額は7.7億円の黒字、資産は270.0億円、負債は69.4億円と、良好な状況を維持している。各年度の事業活動の黒字分は、 基本金に組み入れられている。2016年度の基本金は226億9704万円であった。ありがとうございます。